こんにちは、Bレジェンドの辻元です。今日は2ヶ月で体脂肪を5キロ落とす方法、食事編という形でお送りさせていただきます。今回は2ヶ月で体脂肪を5キロ落とす減量法、食事編という形の内容なんですけれども、私自身が最近ちょっとコンテストに出場しまして、ちょうど減量期間2ヶ月で体重がですね、約5キロぐらいね、痩せたっていう今回の減量方法でしたので、今回こういったテーマでお送りさせていただきます。実際ビフォーアフターなんですけれども、減量前がこんな感じです。減量前がだいたい71キロぐらいですね、体重があった状態で、減量後大会のですね、近くなってきたらこちら側ぐらいで、体重は66キロぐらいなんで、だいたい5キロぐらいの違いなんですけれども、結果的に7月9日に行われたベストベリージャパンですね、神戸大会では準グランプリっていう、結果ちょっとあと一歩だったんですけれども、その翌週7月の17日に行われた、奈良大会は、グランプリっていう形で結果を残すことができました。減量方法はやっぱり人それぞれ、やり方があって、今回ご紹介させていただく内容は、あくまでも私の、やったことについてなんで、今減量されている方であったりとか、これから減量してみたいって思われている方も一つ何か参考になればというふうに思っています。まずはね、食事編という形で6項目あるんで、一つ一つお話しさせていただければと思います。まず一つ目がですね、カロリー設定をします。減量に入る前に、ある程度食べてる量っていうのをですね、私の場合は一旦把握します。普段はカロリーをどれぐらい食べてるかっていうところ、正確には記録はしてないんですけれども、だいたいこれぐらいかなっていう量を、普段減量以外で日常生活で摂ってるんですけれども、まず減量に入る前に一旦今まで食べている量がどれぐらいかっていうのを把握します。で、私の場合はだいたいですけど2500キロカロリー前後が普段何気なしに取ってる、カロリー数になるんですけれども、もちろん3000近く取る日もあったり、少ない日もあるんですけど、平均的に2500キロカロリーぐらいです。減量に入るっていう時は、2000キロカロリー前後に、一旦設定します。これはもう本当に人それぞれだと思うんですけど、私の場合は2000キロカロリー前後。減量中はアプリなどを使ってですね、カロリーを一応記録するようにはしてます。理由としては目分量とかですね、大体の感覚値と、実際の量っていうのがずれたりするケースもあるんで、その誤差をできるだけ少なくするために、一応私の場合は、カロリーを設定するようにしてます。ただ、このカロリーなんですけれども、これもですね、日によって、今日はあんまり動かなかったなとか、そういう日はちょっと低かったりで、今日はちょっと本当にお腹空いてしんどいなっていう時は、ちょっと高かったりっていう形で、一応波は出るようにしてるんですけど、設定としては2000キロカロリーでまず設定をするっていうのが一つ目です。二つ目が、そのカロリー設定の後に PFC バランスって言って、三大栄養素のグラム数、カロリー数は設定するんですけれども、三つご紹介すると、私の場合は、タンパク質の P ですね、 P は、だいたい体重に対してかける 2g 程度、体重70キロぐらいなんで、140g 前後というか、それ以上取るような感じでしています。次ですね、 F、脂質量は全体のカロリーの 20% ぐらいに、設定、してます。これは、2000キロカロリーの設定で 20% なんで、400キロカロリーぐらいの脂質量で、グラムで言ったら44g ぐらいになるんですけど、大体それぐらいに脂質量を設定します。で、最後カーボ、糖質になるんですけれども、糖質は 250g ぐらい設定するという形です。3つ目が極力自炊に切り替えていきます。普段も、自炊を心がけてはいるものの、サボってしまうこともあってですね、忙しくてちょっと面倒くさい時はコンビニで買ったりとかいうことも多くあるんですけど、極力この減量期間は、自炊をして、基本的に食べるものって、タンパク源であれば
まあ、鶏肉を中心とした、まあ、タンパク質か、もちろん豚や魚を取る時もあるんですけど、まあ、そういったものを調理して、まあ、取ることは多かったです。あと炭水化物、糖質に関してはもうご飯を、炊いて1日のグラム数を食べるっていうような形で自炊を心がけるっていうところ、まあ、これに関してもイレギュラーは出てくるんですけれども、まあ、自炊にすることによって、まあ、毎日日々ですね、食べるものっていうのがある程度、明確に統一できるので、減量期間内は、まあ、極力自炊を心がけたというところです。4つ目、まあ、食物繊維、ビタミン、ミネラルの意識というところにもなるんですけれども、まずまあ水分は、まあ、1日やっぱり2リットル以上は取ってました。まあ、1日に2リットルのペットボトルを、まあ、自分で準備して、それ以上はまあ取るような形に、まあ、意識して摂取していたのと、あとは、食物繊維、ビタミン、まあ、ミネラルっていうところなんですけれども、どうしてもちょっとね、ビタミン、ミネラル分っていうのは、まあ、不足しがちになるので、まあ、サプリメントを活用したりとかですね、あとはまあ食物繊維に関しても、まあ、できるだけね、野菜、まあ、キノコ類とかも、まあ、摂取するようにはしてるんですけれども、そちらもちょっとサプリメントを利用したりすることも、してですね、微量栄養素と、まあ、水分っていうのも意識して摂取するようにしました。5つ目がですね、脂質量が少なくならないように、まあ、脂質も意識しながら摂るっていうところなんですけれども、まあ、エネルギーになりやすい脂質と言われている MCT オイル、そういったものとか、ミックスナッツ、クルミやアーモンド、まあ、そういうナッツで、それも食物繊維豊富だったりとか、あとは良質な、ね、脂質、まあ、オメガ3とかって普段あんまりこう食事で摂りにくい脂質、そこで摂れるので、そういうものとか、カカオ濃度が高いチョコレートとかも、摂取したりしてました。あとはお魚を、たまに入れるとかですね、そういったところで脂質を摂取するっていうのを心がけました。特に減量中にどうしてもこう食事で脂質を抑えようって意識するあまりに、その脂質量が全然取れないっていうことが、まあ、私自身がよくあったので、逆に脂質量が少なくなりすぎないように、そういう食品とか、まあ、間食で脂質量を増やしてですね、全体のバランスを取るように心がけました。最後6つ目、6つ目はですね、イレギュラーな食事を、まあ、週1回1食摂取するっていう風な形なんですけど、これに関しては、まあ、ずっと減量中ですね、同じもので、まあ、カロリーを抑えつつ同じものを食べるっていうのも、まあ、一つなんですけど、私の場合は2ヶ月といっても結構長くやっぱ感じてしまうので、どうしてもこうストレスが溜まっていきやすくなって食欲が乱れるっていうケースがあったので、週に1回1食ぐらいは、まあ、好きなものをちょっと食べたりとかですね、まあ、お酒も好きなのでお酒を飲んだりとか、家族でご飯行って外食行ったりっていうことは、するようにしていました。まあ、ただしここのポイントで、まあ、2000キロカロリーっていう設定カロリーは、まあ、守るっていうのは前提として、まあ、ただしその PFC バランスがある程度崩れてもいいので、リフレッシュする、まあ、時間を設けて、まあ、週1回程度ですね、入れるようにしてました。という形で今回ご紹介した食事のポイントとして行ったこと6つなんですけれども、まあ、普段からもちろん意識しているっていうこともあるんですけど、特にこの減量期間中っていうのは、改めて私の場合はこの6つを意識して、まあ、取り組んだっていう形が、まあ、今回、減量時に意識した点になります。まあ、ぜひですね、皆様も、まあ、参考になるところはぜひ参考にしていただいてですね、これから頑張って減量される方も、まあ、今減量中の方もですね、参考にしていただければと思います。今日の動画が参考になったという方はグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。B レジェンドの公式 LINE では毎日お得な情報を配信しております。また B レジェンドの公式サイトでも新商品やセール情報を配信してますので、概要欄の方からチェックお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。